パン。納豆飯。見ないで。知ってる。どう。ポテチ。ポテチで何一番好き。のり塩。え？コンソメ？幸せバター。のり塩幸せバター。のり塩幸せバターってあの。コンソメのハスのやつ。コンソメから派生されたやつ。派生なの？コンソメパンチ。いや食べ過ぎても飽きちゃって。飽きちゃったか。でもやっぱ一番好きなのはコンソメパンチなの。まあ、なんでだろう。45周年だって音より年上。一番最初って薄塩じゃないの？あ、そうかも。でしょ、うん、え、10周年って10歳ってこと？そりゃそうでしょ。何パンチするんだろう。パンチが効いてるんじゃないの？うん、そういうことだと思うけど。パンチのパのあの右上のやつなんか銃弾で撃たれてるって。あ、わからないし。わからないし。どうでだ。見して。銃弾で撃たれてる。ルパンみたいな。どういうこと？いいだろ、そこ。なるほど、なるほど、なるほど。これを食べるの。カルビーって書いてある。コンソメパンツ。パンツじゃない。なんでポテトチップスにしようと思ったんだ。チップスって何？それ。じゃがいもだもんね、これ。そう思うでしょ？はい。じゃがいもいんのに、ここ。そう思うでしょ。ポタッこれをなんかサラダっていう人いるやん。ん？じゃがいも使ってるから。あー、なるほど。え、それだとさ、あれじゃん、マックのポテトとかも一緒じゃん。うん。今ああいうのちょっと違うやん。何が？芋やん。すまないな、全然頭に入ってない。あれも芋やん。芋は野菜なの。だって芋野菜じゃん。芋野菜だよ。それを野菜って言って食べる人いる。いいじゃないの。いいと思うよ、だって。なんてダメなの。ダメだよ、うん。野菜って何を思ってる。緑の、緑系ってこと、うん、野菜といえば緑。緑黄色野菜って言う。進まないから早くしてもらっていい。ねえ、それなんとポテチの色が見つけたやつ、ね、なんとなんとダブルだって。うわダブル？何が？コンソメダブルパンチ。これはないんだね。コンソメダブルパンチ？こっち、このチップスダブルパンチじゃない、うん、こっちはワンパンチ。言ってなかったよ。え？それじゃ話変わってくるじゃん。いや、変わんないから。これもダブル。それとコラボしたってことなんじゃないの？これもルパン。それもルパンでしょ。スーパーカップだって。これスーパーカップってどこのメーカーなの？いろいろと。どこのメーカー？35周年エースコック。うん、エースコックといえば激麺ワンタン麺。え、それ分からん。あれ、ワンタン麺だったかな。激麺ワンタンだったかな。激麺ワンタン好きやん俺。俺大好き。あ、分かったかも。俺大好き激麺ワンタン。ダブルパンチは使用してないっていう。全然共感されてないよ。使用していないって。ダブルパンチは何？使ってない。味わいをイメージしたカップ麺入れればいいのに。ダブルパンチは使用してないってどういう意味？これを入れたわけじゃないよってことでしょ。ん？ああ、そういうこと？いやいや、味でしょ。だからそれをまぶしてトリプルパンチにしようという。いいトリプルね。そう、急に今思いついた。何、うん、あとはまあだから挟んでもらって。いいね。挟んでもらって食べる。今考えた、うん、絶対今考えた。これなんて書いてんの？いや、エースコック。どれ？グッハピネス。ハピネスってなんだっけ。ハピネスってどういう。ハッピーじゃない。ハッピー。ハピネスっていう、なんかハピネスっていう歌詞の歌あったよ。あの嵐じゃん。嵐ってアイドル。え、嵐って全日本プロレスの。全日本プロレスの嵐でしょ。知らないの。知らない。検索して。やっぱあれじゃないの。その食べたパッケージ集めたら今年1年これぐらい食べたみたいな。なんか綺麗に取れて。
なんでリンダマンやん。あ、違うよ、取り方。取り方、プロは違うよ。無理よ、無理。プロ横とかないから。え、どうしてんの、集めてんの。ちょっとここ汚くて。あ、でもそれ切らないで、それはそのままあのファイルに挟んで。ファイル火薬シーズニング。シーズニング。これだって。あれ？何？あと入れ。いや、もういいや。で、チップスも開けてもらって。あ、チップスはどこだ。お湯は。お湯一回沸いてる。一回沸いてる。はい。なんで。なんかわかんないけど。喉おかしいんだよね最近。これ周りなんじゃない。いや、わかんない。これ何してんの。これ何してるそれ。してないんだよ。これ、こんな大人の声いないよね、だって。今の声割れました。これ、このままなの大人でもこの声なのじゃあ。でも全然、こうなってる。だって、昔のやつ見ればめっちゃ高いの。いや、それ昔はね。ここがで、まだ全然で。それは出る人と出ない人もいるから。いいね。だって音出てるじゃん。音出してんだよ、これ。どういうこと？気分で。気分で。気分で出してる。でかっこでももう丸い人いるから。でかっこ。え、どういう。え。でかっこで。学校で。あ、学校。でかっこでって。いやいや、なんで最初に手入ってんだよ。いや、でって言ったでしょう。え、言って。で、学校でって。ここにもう丸い人いるのよ。車輪みたいな。丸。車輪。車輪って何？車輪。自転車の。なんでやん。おかしいでしょ。な、全然想像つかないわ。車輪って言われても。うん。もっとなんかないの？車輪以外にない。ああみたいな。フライング。フライング？ナゲット。フライングナゲットって何？フライングナゲット。26秒11でしょ。うん。結構この辺だと思う、君泳いでも。来ました。早っ。うわぁ、すごい楽。臭い。いや、臭くないよ。だって色がもう。ラー油みたいな。うわ、ラー油。どこにもまだコンソメ感ないんですけど。そうびっくりした。血出てきたの。で、混ぜる。なんで血入ってんだよ。おかしいだろ。それでびっくりするの、血だって。ないわ。もう血っぽいね。うん。ね、なんかさ、最近すごい眠気があるのよ。寝りなす。口。あと最近。固まっちゃうから、ちゃんと。最近めっちゃ食べたいと思うし。ん？食欲がある。何何ちょっと何？食欲が、あ、これこれだ。カレーみたいな匂いする。カレー、うん。カレーだ。カレーじゃんこれ。どこがコンソメなの？コンソメってマジカレー？混ぜるとその匂いになる。もう固まってきて。多くないなんか。なんか硬そうだけど麺が。まずはそのまま食べたら、なんでそんなガッてやんのそれ。混ざらないでしょ。なんかよく料理とかでもあるじゃん。ない。え、めっちゃうまそうこれ。え、なんかさ、こうやってさ、どうぞ。いただきます。ちょっと待って、まだ、うん、いけてるでしょ。下にめっちゃ溜まってる、はい、一番難しい、これがちょっと一番とか一番になっちゃった一番になっちゃった一番になっちゃったでも超えることはほとんどない。いいよ。いただきます。いただきます。
と待ってほしい。うん、まちょっと一回食べてみていい？違うの？違うの？リナの知ってるコンソメじゃないけど。食器があった。すごいパッチってついてくる。あ？違うなんか。違うよ。匂い違うもんね。トリプルパンチにして食べたかな。え？なんかちょっと。うん、でも似てるよ。うん、そりゃな。似てるけど、完璧再現ではないかもしれない。さすがに完璧は難しいんじゃない？あ、うまい。え、そううまい。そういうことなんじゃないの、やっぱり。どういうこと？なんか違うよ、どうだったっけって言ってこっちも買わせる作戦なんじゃない？うん、まんまと引っかかった。まんまと引っかかったんだ。え、すごいですね。めっちゃうまい。でも、うまい。ちょっと違うけど。え、これめっちゃついてくるね。うまっ。どう？ちょっとちょうだい。違う。でしょ。ポテチうまい。うん。うまい。好き。ポテチが。うん。ただなんかジャガイモ味にしか感じないんだけど、それ。ジャガイモの味。ジャガイモを茹でてそのまま食べてるような味。すごい分かりやすいね。すごい分かりやすい。じゃがいも茹でてポテサラにする前に塩だけ振って食べた感じの味する。それは食べたことないんだよ。あるある。何言ってんだよ。ねえか。ない。君早く食おうとしてるでしょ。うん、でも焼きそば系早いよ。いや最近早く食おうとしてる。あ、買っておとしてる。加藤なのかよ。加藤ちゃん。加藤ちゃん知ってるわ。知ってる。何得意？わかんない。どういう風だっけ？なんだっけ？なんか言ってた人だよね。結構来るね。来ないでしょ、これ来る。何言ってんの？何方向転換しようとしてんの。ダメだよ。なんか焼きそば食うんだよね、最近。焼きそば以外は来ないの。もう米 1.5 ぐらいいける。いや、なくなり。いけない。今どっちのあれだっけ。どっちが記録持ってるの。そう、重量だとこっちだと思うけど。マジで。カレーでしょ、確か。意外と余裕で食うから。でもあれやばかったかも、うん、なんかやばかったんだよ。ついボナーラじゃない。リノやってない。リノやってないです。何ボナーラだっけ。カレー。カレーじゃない。辛いから揚げ版と。辛いから。カレーから揚げ版。唐揚げ何個。唐揚げの重量でいけばいいんじゃない。難しいな、唐揚げの重量って。そうか。何ならいける。食べちゃったの。いった。あ、意外とこっち食べないやん。落ちたんだ。もうリノに買ったよ。でもあとポテチで一番好きなのはだろう。全部の味入れましたっていうじゃないの。
美味しくない。なんだろう、ポテチの種類ってどれくらいあんだろうね。そって言われると分かんなくない。うん、十何種類ぐらいじゃない。もっとあるかもしれない。幸せことは真面目。あれは、うん、良き。それ常時販売。うん、幸せバターって常時売ってんの。うん、絶対じゃない。でも海苔塩ってさ、歯に挟まるじゃん、海苔。あ、海苔嫌なんだ。うん、いいじゃん、挟まったって。なんで、なんてダメなんだ。その後練習とかあると、歯磨けばいい。ついてるよ。指摘しなかったか。え、ついてた。色の勝ちです。見せてみ。キルドネ。きったな。なにそれ。あー、減点。いや、それ食べたからって感じわけじゃねえから。